こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はデイジークの話題のミルクラテです。ではお願いします。まずは今日下地から塗っていこうと思うんですけど、こちらを使います。チャコットさんのラスティングベース550番ナチュラルを使います。チャコットさんの下地はこんな感じ、色がついてるのでもうこれ1個でいいんじゃないかぐらいの感じなんですよね。とお手手で塗りますとか踏み出ちゃう娘子って感じ。今のこんな感じで下地を塗っていきます。結構アラを隠せます。でワントーン肌がアップするので結構なんだろう、朝ってくすみがちだけどそれを抑えてくれるっていうので私はよく使っちゃう。でクマがあるところらへんはこうやってもう一回重ねたりして塗る。そうするだけでもこのワントーン肌がアップしてくれるので、もうこれでファンデはいらないかなって私は思う。楽したい時の化粧下地って感じですね。だけど綺麗に見せたい時の化粧下地。いや最近レチノールサボってるからやばい、また出てきた。レチノール。ココナはこちらを使います。これがですね SPF50 入ってるので今の時期にぴったりっていう感じなんですけど、高限度マイファンシー UV フェイスパウダーベビーピンクを使います。今の時期本当にぴったりなんですよね。もう粉これ1個塗って出てっちゃってもいいぐらいだから、粉自体に UV が入ってくれてるのは本当にありがたい。でベビーピンクなのでちょっとお肌を綺麗に見せてくれる粉になってます。こんな感じでお粉を塗ってあげました。下地塗ってお粉塗ってっていうスタンスが一番楽。では今から一重メイクをしていきたいと思います。このデイジークさんのミルクラテっていうのはすごい、まずアイメイク、このちょっとラメ感が混じってるこの部分を使いたいと思います。はい、ではこちらのラメの方をアイホール全体に塗ります。結構マットな質感なんですけどちょっとラメが混じってるって感じですね。ふんわりとした質感です、マットのこのシャドウは。でこのラメが少し混じってるから少しキラキラキラーってするシルバー寄りのラメですね。すごい見ていただいて、うん、あんまり違いは分からないと思うんですけど、こっちの方がちょっとキラキラってしててちょっとベージュっぽい色が入ってるって感じです。こちらのこのカラーを二重幅から黒目の終わりぐらいまで塗ります。まあ、二重幅っていうのがないのでひとえさんにはだいたいこうちょっとちっちゃめのブラシを用意していただいて、これ1個分って考える。でひとえさんのメイクって目開いて少しこう二重幅これぐらいかなになってるぐらいかなでいいの。あんまり広げすぎちゃうとボテッとして見えちゃうから、でとにかくグラデーションをなじませるっていうのが結構コツになってきて、あんまり広くアイシャドウは入れすぎないっていうのがコツです。違いはこんな感じです。全然もう一人でもいけそうな色でしょっていう感じですね。そしたらこちらのこの濃いブラウンですね、これを目尻、さっきの黒目の終わりから目尻まで塗ります。ちょっとぼかしながらクククってやりながら入れていくんですけど、あんまりここを広く濃く入れすぎちゃうとまたボテッとして見えちゃうので、こちらちょっとこういう感じでちょっと控えめに塗っていきます。この濃いブラウンなんですけど、若干なんですけど少し目尻オーバー気味でもいいかなっていう感じなんですね。ちょっと目尻この辺をオーバー気味に描いてあげて、目尻下げラインをアイシャドウで描いてあげるっていうのがちょっといいかなと思うので、少し若干なんですけどいつもよりも目尻は長めにというか広めに描きます。ちょっと目の横幅を今日は大きくしていきたいなと思うので、ちょっとこんな感じでちょっとはみ出していきます。結構しっかりめに。そしたらこの部分の色をまぶたに入れます。細めに入れていきます。ちょっと細めに入れていく。濃いブラウンよりかはこっち側の色を目尻に入れる。あんまりここを暗くしすぎるとなんかちょっと暗く見えてしまったりするので、こうつなげる感じでちょっとさ濃いブラウンっていうよりかは濃くはないけどブラウンみたいなのをここの目尻のここに入れる。さっきのこの目尻はみ出たところとつながるようにこのこうやって入れる、こう入れる、なんだろう、目尻があると思うんですけどこう入れる、静止画でちょっと撮ります。そしたらザクザクのこのラメを手で取ってあげて、黒目のこの先ほどのこの境目の部分に入れてあげる。黒目の上だけです。
こんな感じ、こんな感じで入れてあげます。黒目の上だけキラキラって、すごい大きめのラメなので、すごいまばゆい光という感じの身に、ザクザクのラメです。かわいい、ちょっと濡れ感のような感じですね。そしたら涙袋にはこちらのこの部分の色を入れてあげます。涙袋って言っても全体に入れるわけではなく、 目頭の方に入れるんですけど、キラキラキラっていうのをこの目頭のところらへん、黒目の終わり、黒目の終わりぐらいかなまで塗ります。こんな感じです。このラメ入れてあげるだけでも結構ぷっくり見えますね。目頭のこの方までしっかりガッガッガッと入れとく。ここに結構ガッガッガッって入れてあげると、見てわかると思うんですけど、すごい涙袋がぷっくりして見えるので、これだけでもこれを入れてあげるのは結構重要になってきます。ひとえさんは涙袋を作ってあげると可愛らしい印象に見えるので、こんな感じでちょっと作ってあげます。でシピシピのこの極みライナー、こちらでさっき塗った目頭から黒目の終わりぐらいまで平行に引く、ヒュッと涙袋と、こんな感じ。ひとえさんはあんま涙袋広げすぎるとちょっとなんかんっていう感じになっちゃったりするから、ちょっとこうやってぼかしながら、このちょっとこの幅を狭めにいつもよりもしてあげる。涙袋の線描いてあげて、涙袋作ってあげると本当に目のこの縦幅もすごい大きく見えるし、目のこう大きさ自体も錯覚で大きくできるので、涙袋作るっていうだけで全然違うと思います。大きく、目が大きく見える。そしたらこちらですね、デジャビュの密着アイライナー、こちらを使っていきます。まつげとまつげの隙間を埋めていきます。ひとえさんはよくアイライナーは太めに描くって言われていたと思うんです。それの時代は終わったぞという感じで、中にとにかく仕込む。こんな感じで中にどんどん仕込みます。これのコツとしては、点で線を描く、もう点点点点点ってまつげの隙間に埋めていくだけでも全然こう目で描く効果が違うので、こんな感じ、こっちの方が私目が潰れてるんですけど大きく見えるっていう効果があります。中にこう仕込んであげる黒のラインをっていうのはすごいね、ひとえさんはね重要になってきます。こんな感じ、中に黒を押し込む、目で描く効果が全然違う。シルキーリキッドアイライナーブラックブラウン、結構ひとえさんはブラックってよりかはブラウンでこう目尻の線シュッっていうラインは出した方がよくて、でも必ず目尻だけシュッっていうラインを出したくて、全体に今日は引くのではなく、全体にはもう黒で縁取っているので、目尻のシュッとラインだけは出す。それもあんまりがっつりしたのじゃなくて、なんかまつげの延長かなぐらいのライン、やりすぎないこれぐらいのラインがいいです。こんな感じでやりすぎない、本当にちょっとだけはみ出てるかなぐらいのアイライナー、シュッと長く引きすぎず、ちょっともうまつげのちょっと延長かな、まつげが折れてんのかなぐらいのアイライナーの引き方がいいです。ストレッチさんってもともと釣り目だと思うんですけど、この線これ入れてあげることによってちょっと柔らかい印象に見えるんですね。なのでここをね柔らかい印象にするために、まつげのちょっと延長かな、まつげが下がってるのかなぐらいの下げラインっていうのが重要になってきます。全然こっちの方が優しい目の印象になれると思うのでつけていきます。で眉毛を描いていきます。使うのは高原堂マイファンシーパウダーアイブロウを使っていきます。この濃いブラウンで塗っていきます。目頭のこの上が眉頭のこの位置、眉尻の位置がこの目の黒目の終わりが眉尻の位置なの、眉山の位置なので、そういう時斜めの線を引きます。こんな感じ、この口角目尻の延長線上が眉尻なので、でこの時に注意してほしいのが、眉頭よりも眉山と眉尻は下がらないように描いてあげるのがコツです。そしたらこの眉頭から眉山まで引く、眉山から眉尻まで引く、こんな感じで引いていきます。ひとえさんの眉毛は細眉がいいんですよ、ちょっと何かと、で眉山を作った方がいいのでキリッとちょっと見せたいんですよね、少しだけ。なのでちょっとこれで中を埋めていきます。
目頭が近く見えると素敵な印象、クールな印象に見えるので、アナウンサーさんはよく計算高い顔に見せたいというか、ちょっと賢い顔を見せたいので、ここを近く描くっていうのがあるんですけど、ひとえさんもちょっと賢く見せた方が可愛くふんわりっていうよりかはちょっと賢く見せたいので、眉頭はしっかりめに描いていきます。ここが濃すぎちゃってもちょっとあれなので、眉頭は濃すぎず、ぼかしながら、難しいんですけど描いていきます。眉頭はちょっと薄めに描いてあげると若く見えたりとかするので、それをね意識しながら描いていきます。であんまりここの眉頭離れかして描いちゃうと、芸人さんってちょっとお顔を面白くするというか、拍子抜けした顔、ふわーっていう顔にしたいから、わざと眉頭を離れかして描くっていう戦法があるんですよ。それをやってしまうとちょっとふわーってした天然な顔になってしまうので、ちょっとそれは避けたいので、ちゃんと眉頭はちょっと離れかして描かないようにっていうのが注意してほしい点になります。で、このエテュセのアイエディションブローマスカラ2番、こちらをちょっと使っていきます。こんな感じで描いていきます。眉毛描くだけでも全然ちょっとキリッとして見えるのでおすすめです。で、眉尻長めに描いてあげると大人っぽく見えるので、こんな感じで描いていきます。そしたらビューラーをしていきます。まつげはですね、もうねびっくりするぐらいがっつり上げましょうっていう感じなので、まつげはがっつり上げます。ひとえさんはね、まつげを作ってなんぼだと思うので、それぐらい大事。こんな感じでまつげをしっかり作ります。そしたらキャンメイクのクイックラッシュカーラー、こちらを使います。これでもう秒1秒が命取り、すぐにマスカラ下地をつけて、さあまつげが下がらないようにします。根元からちゃんと毛先までつける、くーっと立ち上がらせるようにつけていく、くっとつける。こんな感じです。まつげがほんとあるだけで全然違くて、ひとえさんやっぱ目が大きく見えますね。まつげがあるだけでもすごい全然違う。で、ひとえさんはノーズシャドウも重要になってくるので、ノーズシャドウをしっかりしていきます。ノーズシャドウはセザンヌのミックスカラーチーク20番を使います。ノーズシャドウは眉毛の下から作る。先まで、鼻の先までシェーディングしてって、鼻の先まで入れていく。チンチューにも入れる、クッと鼻をさせる。結構ね、ノーズシャドウもね本当に大事になってきます。この眉毛の下から入れてあげると、眉毛が、目と眉毛がこう近く見えるので、それもまたちょっと目が大きく見えるっていう彫りを作っていくっていう感じなんだけど、眉毛の下からこうやって作ってあげることによってちょっと彫りが深く見えるので、こんな感じでちょっとね、こことここの長さっていうのも近づけていくっていうのがコツになります。これも目の錯覚。ハイライトは安定のマックミネラライズスキンフィニッシュライトスカペット、こちらを使います。これを鼻にヒュッと描く。 T ゾーンにも丸く入れてあげて、鼻もヒュッと描く。細く線を引くようです。手で目と目の間と鼻の先だけ手で入れてあげる、ぐわーっと。で、そしたらこのブラシでこの目頭のこの下の部分、あ、この目頭のこの下らへんかなに入れてあげる。8を描くように。ここが短く見えるので、こことここの間を短く見せたいのでつけていきます。で、この組み合わせが最強だぜって感じなんだけど、チャコットさんのパワーフィットマスカラボリュームタイプ、こちらを使っていきます。これをまつげの毛先だけに塗る。まつげのこの毛先だけに塗ると目に光が入りやすくなるのでおすすめです。で、下マスカラも入れてあげる。しっかり上下がっつり塗ってあげるのがコツです。全然目が違います。大きく見える差が全然違う。なのでまつげはしっかり作ってあげます。そしたらひとえさんほどチークを入れてほしいんですけど、黒目の下と鼻のへこみ、ここが頬の高い位置で、頬の高い位置からこめかみまで
塗っていきます。使うのはこちらで、ちょっとヌーディー系な色がいいかなと思うので、ヌーディーベージュ系の色がいいと思うので、デイジークパステルブラッシャー1番ラブピーチを使います。と、本当にチークは濃く入れすぎないけど、でもちょっと発色してるかなぐらい。チークはね、他にこう目を向けたいのでちょっとつけていくんですけど、頬の高い位置からこめかみに向かって、だけど眉尻のこの線ら辺で止める。ちょっと頬の高い位置あたりに塗る。動画だから濃いめに入れてるけど、ちょっとほんとほんのり色づくかなぐらいがぴったりかなと私は思います。で、使っていくリップはこちらになります。ヘラの233番を使っていきます。結構明るめの色だった。試せないのでどういう色か分かんなかったけど、明るめの色だ。色の良さとすごいいい匂い、ジャスミンの香りがする。リップはこんな感じです。結構ひとえさんは明るめのリップを塗ってあげた方がちょっとかっこいい印象にもなれるし、なんかちょっとこちらにも目線がいくしという感じで、ちょっと一重メイクの時は明るめのカラーを入れてあげると写真映えもするしっていう感じで、ちょっとなんかおしゃれな感じにも見えるというので、明るめのカラーを入れていきます。はい、ではメイクの完成です。はい、っていう感じでですね、今回は一重メイクをやっていきました。なんかもうほんと一重メイクってすっごい楽しいなと思って、やっぱ一重ってすごい可能性が無限大だし、ちょっとかっこいい系にもできるし、可愛い系にもできるしっていう感じで、本当に楽しいので、一重のまま生かしたメイクをこれからもどんどんやっていきたいと思いますし、一重ってすごい可愛いよねって思うので、やっぱ一重さんのメイクをこれからもどんどん上げていけたらなと思います。という感じで、今回は一重のメイクをしていきました。では今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。